今年の桜花賞はステレンボッシュが制したわね。決闘はウィンドインハーヘアの品系か。結構後ろの方になってきたな。もうミスプロとか4台前よ。嘘だろ、母の父だろ。脳内骨董品かな。今回はウィンドインハーヘアについて紹介していくわね。日本を変えた名品ですな。それじゃあ聞いてやるとするか。彼女の父アルザオはアメリカ生まれで、ヨーロッパで競争生活を送った馬だけど、競争馬としての成績は平凡だったわ。種牡馬としてはフィリーサイアーとして大成功を収め、ウィノナやアルボラーダなどを輩出したわね。アルボラーダ品系はアルピニスタに通ずるな。母バークレアは競走馬としては一勝のみだったけど、メス系は欧州屈指の名門で、エリザベス2世の所有馬、ハイクレアを祖母に持っているの。ハイクレアはイギリス戦ギニーとフランスオークスの勝ち馬で、ハイトオブファッションを経て、名馬ナシュワンやネイエフなども生まれているわ。これはまさにエリート品系。ウィンドインハーヘアは2歳は未勝利で終えたけど、3歳時にはリステッド戦を連勝し、イギリスオークスでは4番人気で出走して、バランシーンに次ぐ2着に入る活躍を見せたわね。その後もアイリッシュオークスでは4着、4歳にはドイツのアラルポカルで G1 勝利を飾ったわ。今で言うバイエルン大賞だな。ウィンドインハーヘアは由緒正しい血統を引き継ぎながら、競走馬としても繁殖品馬としても成功を収めたのよね。ということは母としての解説が始まりますな。ウィンドインハーヘアは現役を引退後、アイルランドの名門クールモアスタッドで、繁殖牝馬として第二のキャリアをスタートさせたわ。クールモアスタッドはアイルランドに本拠を置く世界的な競走馬生産者なんだ。競走生活より種牡馬ビジネスを重視してシャトル種牡馬の文化を浸透させたんだ。生産馬はあまりにも有名で、君たちも知っている馬が何頭かいるだろう？AI ダービーバガリレオ、欧州年度代表馬のジャイアンツコーズウェイ、ファーガソン監督が所有していた最強マイラーロックオブジブラルタル、大専門賞やキングジョージ等を制したハリケーンラン、これまた大専門賞やキングジョージ等を制したディラントーマス、めっちゃ強い牝馬マインディング、最近だとディープサンクのサクソンウォリアーとかは知っているんじゃなかろうか。チャージマン剣みたいな紹介やめてくれる？時間差のツッコミ。1996年にはアラジ3区のグリントインハーアイが誕生。その後も、ベイル・オブ・アバロン、レディ・ブロンド、スターズ・インハーアイズ、ライク・ザ・ウィンドと輩出。これをクールモア側としては期待外れと受け取ったのか。ウィンドインハーヘアは売却されることに、ハイクレア品系の合流とみなして見限ったとも言われたわね。贅沢だな。そしてクールモアを通じてノーザンファームへ、なんと1億円にも満たない額で売却されたわ。大特価大特価大特価です。ノーザンファームの吉田勝美氏は、この血統は前々から欲しかったみたいね。勝美。売却後、ベイル・オブ・アバロンが、2002年1月にドラローズハンデというアメリカの重賞を勝って、クールモアが買い戻そうとしたけど、勝美はこれを断ったの。そや話さんはな。ベイル・オブ・アバロン自体も2004年のセールで、ノーザンファームによって落札、NHK マイルカップ3着のリルダバルや、目黒記念2着のボルシェーブを輩出しているわ。スペシャルウィーク3区にガンズ・オブ・ナバロンっていうかっこいい馬がいましてね、新潟2歳ステークスで見事に騙されました。さ、リルダバルは2歳児の故障が痛かった、あれはもったいなかったな。そして3番このレディ・ブロンドはデビューが5歳の夏、遅れてきた待機としてデビューから5連勝、スプリンターズステークスで4着に好走したわね。謎要素が多すぎたよな、もちっと現役で見たかった。母としても帝王賞の勝ち馬ゴルトブリッツを輩出したわね。日本に来てからのウィンドインハーヘアは、2000年にデインヒル3区のライクザウィンドを出産。ライクザウィンド自身は、競走馬として未勝利に終わったけれど、繁殖牝馬としては、重賞勝ち馬アドマイアミヤビアルフトシトロームを輩出。その後、待望のサンデーサイレンスと3年連続で種付けされて、ブラックタイド、ディープインパクト、オンファイアが誕生。ディープインパクトはご存知の通り無敗のクラシック3冠馬で、種牡馬としても11年連続リーディングサイヤーの座を保持したわね。父としても三冠馬コントレイルやダービー馬絆を出したし、このラインは今後も楽しみだな。兄でディープより影が薄かったブラックタイドは、失礼だぞ。スプリングステークスの勝ち馬で、種牡馬としては、北三ブラックを輩出しているわ。北三祭り。北三ブラックはご存知イクイノックスの父となったわね。イクイノックスは近代日本競馬でも最強クラス。こちらもサイヤーラインが続きそうだな。むしろこっちがサンデー系の本流になる可能性もあるかもな。オンファイアも競走馬としてはトースポハイで3着。父として浮世の風を輩出しているわ。オンファイアも頑張ってるよ。ウィンドインハーヘアは、最終的に2012年をもって繁殖牝馬を引退し、生涯で16頭の子供たちを残したわね。彼女の血統は父系、牝系ともに日本の競馬界に、多大な影響を与え続けているわね。
さっき出てきたゴルトブリッツや、レイデオロ、レガレイラ、ステレンボッシュなど枚挙にいとまがないな。今後も系統図にその名を残していくでしょう。今も北海道で元気に暮らしているらしいし、これからも活躍を見守ってくれよな。33歳なんて長寿もいいところよね。長生きしてほしいわね。というわけでウィンドインハーヘアの解説動画でした。いかがでしたか？普段は競馬ゲームの実況をしています。旅行動画なんかも時々アップしています。それでは皆様、ご視聴ありがとうございました。